こんにちは、さとちんです。今回開封するのはこちら、新発売の妖怪メダル復刻版です。こちらをトイザラスで3パック、ドンキホーテで1パック買ったので開封していきます。狙うは新しいメダランドで実施した夏の人気投票で見事3位までに入った3枚、コマさんワルニャンノガッパ。こちらを狙って開封していきます。いや、欲しいですね、新しいホロメダル。それでは早速オープンです。妖怪メダル、ホロメダルオネシャス、1パック目、テレツテツテテン。電白小僧、初メダルですね。持っていない電白小僧ゲットです。からの、ホロメダル。うわー、ロボニャン。昔出ましたね、惜しい。いや、懐かしいですね、このメダル。よし、1パック目から、ホロメダル。波に乗って2パック目。コマさん、コマさんのがっぱのホロメダル。お願いします。肩乗り小僧、これもね、いっぱい出ました。からの、はい、メラメライオンのホロメダル。昔出ましたね。しかしホロメダル、ホロメダル2連チャン。さあ来るか。さあ、そろそろ持っていないワルニャンかノガッパか小松さんのホロメダル出したいですね。1枚目、テレツテツテデン、幻。これも初メダル、持ってないですね。からの、肩乗り小僧、いっぱい出ますね。最後のパックです。いや、出したい。コマさんかノガッパかワルニャンのホロメダル、出てくれ、出てこい、俺の友達。ほい、ネガティブーン。これも持っていない気がしますね。からのコロコロコロザン。うわー、いっぱい持ってる。サンタクロースでした。新発売の妖怪メダル第1章の復刻版、今回出たのはメラメライオン。今確認したところ、メラメライオンはもうボロボロでしたね。そしてもうすでになくされていたロボニャン、いや、よかった、出て。11月末には妖怪ソフビシリーズの冬ニャンと土の子パンダが出るので、こちらを買おうと思います。10月のトゲニャンとシュラコマはスルーしました。来年の1月にはブチニャンも出るそうです。あとは妖怪メダランドで12月1日からうんちくまの抽選が始まります。全部で5万名様当選。こちらを全力で狙いたいと思います。未だにイケメン剣しか当たったことがないので、当てたいですね、うんちくま。そして来年の1月中旬には妖怪パッドが発売されます。税抜きで7800円です。すごく高いですよね。 Z メダルが2枚付属していて、イチゴニャンとスティーブ・ジョーズが入っています。この2枚のメダルも魅力的ですね。以上、妖怪メダル復刻版第1章の開封動画でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。さようなら。Thank you.